はい、皆様こんばんは。9月8日月曜日、しゃべくりまっしろ202回の時間がやってまいりました。今日のまっしろはですね、朝からいい天気でした。今日は全国的に十夜ということですね。いいお月見っていうことにはちょっとならないんですけれども、そんな今日のまっしろです。さて今日のゲストをご紹介いたします。まっしろ殿町にあります、まっしろ幼稚園の園長さんご夫婦でいらっしゃいます、木原森幸さんと奥様のめぐみさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。初めにですね、園の正式名称と場所のご紹介っていうことで、いきますけども、園、これちょっとあの幼稚園のパンフレット入っております。はい、名称がですね、学校法人、信濃キリスト教学園、松代幼稚園、で場所が、長野市松代町、殿町、今松代って言いますかね、167番地です。昔の殿様いたところみたいな形ですけどね。街歩きセンターからですね、歩いて 2,3 分のところですね、松代の、松代藩の鐘楼、それの南側になりますね。ちょうどこちらにここってちょっと書いてあるところですね。そんなところでございます。はい、今日信濃キリスト教学園って、キリスト教っていう形でですね、ちょっと珍しいあれなんですけど、ことなんですけれども、この松代幼稚園の歩みというのをちょっと拡大してみたんですけれども、これを見ると1930年、これちょっと説明していただいていいですか。昭和5年、1930年ですけれども、カナダの宣教師の方からですね、幼児教育をやってみないかということを言われて、町の有力者の方と教会の方が、それを要請してですね、援助を受けて、幼稚園がスタートしたという、それが昭和5年、1930年のことです。でそれからしばらくその旧武家屋敷 の、ところで、教会が最初に建てたものですから、教会がその旧武家屋敷の一部をその礼拝堂として使っていたんですけれども、そこを保育室として使うようになったということがずっとしばらく続いたようです。で昭和41年にですね、群発地震がこの松代にはあったので、ちょっと危ないということで、新たに建て直したということがあります。そうですか。これ真っ白にその武家屋敷があってね、でそこへキリスト教の学園ができるってちょっと想像しがたいんですけどね。やっぱりちょっとして有力者って誰だかわからない。ちょっとわかんない、わかんないですかね。ちょっと珍しいなって。で実際にこのあれですね、今ね、武家屋敷のこの教会の門、
これが今ちょっとあれあるんですけど、これもね、ちょっと私小さい頃思いがありましてね、で急遽あのこういうコピーちょっとさせてもらいました。はい、でこの中見るとあれですね、あの武家屋敷の中で皆さん撮影されたりとか、まあ、瓦屋根いっぱいあるような外で 撮影されたりとかっていうのがあってですね、ちょっと珍しい、まあ、懐かしいって言えばおかしいですけど、そんなあれですね。それからですね、あの幼稚園の外へ出て海津公園、これ今あの国の史跡になってるんですけど、あの松代城の本丸の中でですね、これ遊戯やってるんですよね、うん、いやこれもちょっとね、あの珍しいなと思ってこれもちょっとコピーしました。それともう一つ、松代小学校を借りて運動会っていう、これ1956年っていうのが、これも写真載ってたんですけど、その運動会の時のですね、この後ろにねあるその学校校舎がですね、これもちょっと今ないんですけど珍しい校舎がありましてね、これもちょっと珍しい、その隣もね、あの坑道っていうんですかね、小さい坑道があったんですよね。それもちょっと映っていたので、ちょっと珍しいなっていうので、ちょっと今これ見させていただきました。これまたあと、そうですね、学校幼稚園の歩みって今やりましたね。そうですね、それからですね、これ年間行事、はい、はい、4月入園っていうのがあります、はいはい、あとその後家庭訪問っていうのがあります、家庭訪問、はい、その後まあ親子遠足とかですね、はいはい、あと5月になると、はい、花の日礼、あ母の日礼拝というのがありまして、はいはい、で6月になると花の日があります、はい、でこの花の日にはもう毎年ずっとやってるんですけれども、はい、この子どもにもできることということで、はい、この地域にお世話になっている、はい、まあ、病院とか警察とか、はい、銀行とか郵便局とか、はい、この町歩きセンターにもお届けさせていただいておりますけれども、はいはいはい、お世話になっている十何箇所に、はい、教師が子どもを何人か引率して、はい、お花を届けさせていただいています。これまたね、たまたま私の方でちょっと撮らせていただきました、まあ、結構綺麗な花なんですねこれね。で、まあ、ここにも一つなんか添えて、はい、言葉を添えてね、ちょっと園の方がみんな子供さん見えて、渡していただいたんですけども、これってあれですかね、皆さん作るのは誰、どなた作るあれですか、子供たち作るですか。カゴはですね、うん、保護者の方に作っていただいて、はい、お花は、はい、まあ、それぞれの家庭で、はい、咲いているお花とか、うん、そういうものを持ってきてもらっています。あ、そうなんですか、はい、まあ、結構ねこれ綺麗なんで、私花屋さんで買ってきたんだなと思ったんだけど今ちょっとそれを聞いて安心しました、はい、これあれですかね、その園で、まあ、福江さんという、まあ、奥さんたちもこれ指導しながらこうやって皆さんで作るような形になるんですか。そうですね、お母さんたちに声かけて、ね、で一緒にこうやってお花させてくださいって言って作るので、うん、案外喜んでお母さんたちが作ってくださってます。 はい、うん、あとはもうこれ遠足の遠足じゃないかな、あ、それは散歩で真田公園に行って、はい、ちょうど季節的には春だったので、うん、タンポポがすごく素敵 で、うん、でそういうのを喜んでね撮ったりして楽しんだり、本当に松代自然がたくさんあるので、いろんなところに行くことができていいなと思ってますけど、うん、あ、なるほどね、はい、あともこちらの方はお昼寝してるみたいなんですけど、これは何ですかね。これは年長の7月にお泊まり保育っていうのがありまして、はい、で妙高の方まで出かけるので、うん、そちらの方で泊まった時の写真です。あ、なるほど、はい、あとここにありますけど運動会なんかありますね、はい、これ、運動会はちょっとこの頃紫外線も強かったりっていうこともあるんで、はい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 、それでちょっと体育館の方で去年からやり始めた形です。あ、そうなんですか、うん、やっぱりそういったところも気をつけなきゃいけない、ね、そうですね、紫外線と、あと、うん、すごい日射病とか熱中症とか、そういう関係もあって、あ、そういうことで、9月にやっていたので、ね、で今年はねだいぶ涼しくなってるので、はいはい、外でも良かったなと思うんですけど。あ、なるほどね、まあ、今今度、いつでしたっけ、今月、今週の末ですね、今週末、はいはい、やっぱりこの青木公園の運動場でやるっていう、はいはい、体育館でやるって、ね、そうです、体育館で、はい、何時からやるんですか。8時45分から午前中で終わりますけど、はい、あ、そうなんですか、はい、ぜひ遊びに来ていただければと思います。あとここにもあるんですけど、園長先生が
はい、グリーンの、はい、ストールの、はい、ガウンを着てストールをつけてるんですけれども、はいはい、これは幼児祝福礼拝というのをやりまして、はい、で11月にやるんですけれども、はい、まあ、子供たち一人一人に頭をに手を置いてお祈りをしているところです、はい、うん、なるほどね、はいはい、これはもう毎年そういう形でやるんですね。もう毎年そうですね、はいはい、ところで園長先生と奥様の出身ってどちらになるんですかね。私は千葉県です。千葉県の船橋という。船橋、はい、奥様はどちら、はい、私は東進の佐久というところ、はい、佐久ですか、はい、あ、じゃあ長野県。そうです、まあ近くですね、はい、どういう形で松代っていうか、まあ、ね、来られたのかちょっとそこを説明していただいていいですか。私がここの松代に来る前が、はい、代々木の教会にいたんです、はい、で、まあ、そこはまあ幼稚園もなくて教会だけだったんですけれども、まあ、そこをちょうど辞めることになった時に、はい、私の前任者がちょうど引退をするという年と重なったもの で、はい、で私たちもどっか次のところを、まあ、私が出た進学校って言いまして、牧師を養成する学校なんですけども、はいはい、そこを出た進学校にお願いをしたら、はいはい、ちょうどこの前任者の田中先生がお辞めになるということなので、その話が私どもに来たわけです。あ、なるほど、はい、まあ、これ今田中先生とおっしゃったので、はい、こちらになりますね。まあ、田中先生って何歳ぐらいであれですか。お辞めになったのは69歳です。ああ、そうですか、はい、32年ほどで長く。ああ、そうですか。マッスルになられて、奥様もまあちょうど幼稚園の主任をね、しておられて、夫婦でやられておられたので、まあ夫婦でできる人をという希望があったようなので、ちょうどお声かかったっていうことで、あ、そうですか。まあ、その園長先生はそういう経験は、私は初めてだったんです。この幼稚園はこの松代に来て初めてでしたけれども、はい、妻はそれまでにも働いたことがあるので、経験があるので、ということで。ああ、そうですか、はい、ね、あれですかね、園長先生ってこれで何代目になられるんですか。園長としては12代目ですね。はい、これでも最初に来られた時って松代どんなイメージっていうか、どんな思いがありましたですか。そうですね、はい、まあ城下町ということもあったので、はいはいはい、まあ真田十万石とかいうことで、はいはい、まあ、聞いてはいましたし、あと松代大本営とかね、はい、そういうものがあるということで、はいはいはい、一つ楽しみにしては来ました。はい、はい、で来て、住んでみて、はい、自然が非常に豊かなっていうことを思って、うんうん、子ども、ちょうど幼稚園もあるので、はい、子どもたちにとってもいい環境のもとで、はい、幼児教育ができるのかなっていうふうに思って、あ、なるほど、期待してきました。はい、あ、そうですか、はい、奥様はいかがですか。そうですね、東進と北進のちょっと違う、はい、で違うところっていうのはこちらの方が、はい、雪はあるかもしれないんですけど、暖かいなっていう冬、東進よりは、東進は空っ風みたいなものがあったので、はいはいはい、それに考えると少しそれがない分いいなと思いました。うんうん、過ごしやすいな。なるほどね、はい、これであれですかね、クラスとすれば何クラスぐらいあるっておっしゃったんですか。4クラスです。4クラス、ね、はい、で全部で何人いらっしゃる。教職員は全部で15人です。15人ですね、はい、子どもたちは今73名。73名くらいです、ね、はい、これでもあれですかね、昨年3月って、卒園された方って何人ぐらいいらっしゃるんですか。およそですけども、はい、3600人ぐらい、そんなに出てるんですね、はい、あれですね、もうこの和田空の、これこういう羊っていう75周年記念誌っていうのをちょっとね見させていただいて、その中に名簿が載ってたんですけど、私の同級生がですね12、3人いましてね、結構お世話になってるかなっていうのがありましてね、まあこれ今の現物のあれですね、これちょっと見せていただければね、全体のカラーのやつです、はい、出ておりますけれども、こういう形ですね、向こうにあるのが松代の
君王さんですね。でその、もう少し左側になるのが今ある鐘楼って先ほど言いましたけども、鐘楼になります。町の真ん中にあるっていうことでちょっと、珍しいかなっていうふうに思いますね。雨飾り山でしたね、これね。そうしたところですね、ちょっと変なこと聞いちゃうんですけど、定年なんてのあるんですかね。ありません、はいはい、じゃあ本当に私たちは一応管理者になっているので幼稚園では、はい、管理者はないです。分かりました。あとあれですね、教育方針とかっていうのはこちらの方にあるんですけども、はい、ちょっと説明に説明していただけますですかね。はい、キリスト教の幼稚園ということもあって、はい、神様に愛されている。でその愛されていることにこう感謝してですね、はい、過ごしてほしいということと、一人一人がやっぱり違う、みんな違うんだ、うん、で一人一人が違う賜物を与えられているので、はい、そういうものを生かして、はい、そしてそういうものを伸ばしていけるような、うん、そういう子どもたち一人一人とよく関わりながら、うん、一人一人の心身ともにですね、健やかに成長していけるように、うん、援助していきたいなというふうに思っております。まあ、奥様でもあります、主任さんでもあるっていう立場でちょっとお話しいただける。そうですね、はい、本当にだんだん少子化にもなるし、はい、子どもたちが育つにはすごく便利になっている分、うん、こう愛情がかけにくくなっているところもいっぱいあります、はい、でお母さんたちもやっぱりどうやって子育てしていいかわからない方たちも増えてきているので、うん、はい、そういう中でやっぱり子どもが本当にのびのびと安心して生活することによって、はい、今後また希望を持ってね生きていかれるようになれると思いますので、はい、そういうふうに安心していられる場所で、うん、松代でやっぱり愛される場所になっていってもらいたいなと思っています。わかりました。まあ、じゃあ今日は松代幼稚園木原園長さんと主任で奥様のめぐみさんをお迎えしましてね、お話を伺いました。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。あ、どうもすみません、ありがとうございました、はい、ちょっと言い忘れちゃったんで、はいはい、これ運動会、先ほどちらっと言いましたけど、はい、もう一回アップで撮っていただくと、はいはい、13日土曜日8時45分から12時まで、ね、青垣プールのそばにあります体育館で行います、ね、はい、まあ、ぜひさ遊びに来てくださいと、はい、いうことでございます、ね、はい、じゃあ続きまして、はい、続きまして、はい、お知らせです、はい、続きましてですね、松代現代フェスティバルっていうのをちょっとやります、はい、こう若手の芸術家がですね、松代へ来まして、街の中で、芸術作品を展示したりパフォーマンスをしたりという形で、これも、13日ですね、そうですね、はい、13日行いますので。あ、こちらですか。はい、そうです、そうです、はい、で引き続いて夢空間ですけれども、松代学講座っていうのを行います。これは伝承館ね、町歩きセンター隣の伝承館でね、これを行います。これも、富岡製糸場と松代製糸業のシリーズ化でね、最終回になりますけれども、これもちょっとまた、参加いただければなというふうに思います。はい、続いてこちらです。これですね、はい、野の花コンサート、はい、松代文化ホールで行います。これも9月の14日日曜日になりますね。はい、お客さんじゃなくて演奏出演者、これがちょっとすごいんでちょっと見ていただけますか。はい、ちょっと超有名な方だということなんでございます。はい、誰、ちょ
ちょっと名前は私あんまりよく知らないちょっとこういうあの音楽疎いので、はい、もう超有名人だそうですので、はいはい、よろしくお願いします。はい、はいはいはい、じゃあ続きまして来週の予告ですね、はい、来週は、マガリオン雅子さん、はいね、一応行いますね、はい、これね、エコールドマッスルクラブ10周年記念事業についてっていうことで、もうちょうどね10周年になるっていうそうですよね、はいはい、またちょっとこれイベントをねやる考えてらっしゃるんで、これのお話をちょっとねマガリオさんが、はい、お聞きするような形になります。はい、半田さん、事業家の半田さんですね。あ、そうですそうです、はい、そんな形で、まあその他に出られればっていう形で今お話しかけてます。なるほどね、はいはい、そういう形で動きます。はい、わかりました。じゃあ来週は一つね、はい、来週のね続きましょう、どうぞお楽しみに、よろしくお願いします。松代あなたの街、それそれそれくらい松代、また見たねー。